第三次中東戦争の9日後のイスラエルのエジプトとシリアへの平和の申し出1967年9月1日のハルツーム決議は第三次中東戦争の後にスーダンの首都ハルツームで開催された第4回アラブ首脳会談の締めくくりに採択された決議である。それは1973年の第4次中東戦争までこれらの国の外交政策の基礎を決定づけた。主な内容は以下の通りである。イスラエルに対する継続的な闘争第3次中東戦争中に存在したアラブの石油ボイコットの終焉イエメンでの戦争の終結エジプトとヨルダニへの経済的支援第3段落に含まれる以下の3つのノーとして知られるようになった条項で知られている。イスラエルと講和せずイスラエルを承認せずイスラエルと交渉せず2002年3月にアラブ連盟によって可決されたアラブ和平和提案はこの決議からの脱却とみなされている。このイニシアチブにはイスラエルが1967年の国境に撤退し東エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家を認めた場合、アラブ諸国はイスラエルとの関係を正常化する準備ができているという申し出が含まれている。平和のためのイニシアチブは、サウジアラビア国王アブドゥライブン・アブドアルアジズの提唱で、アラブ連盟によって2002年3月に提案され、イランを含むイスラム協力機構の57カ国全員によって2002年6月に受け入れられた。イスラエル側では、このイニシアチブは政治指導者からの反対にあった。当時のシモン・ペレス副首相は、違いを克服するために、さらなる交渉が必要であると述べた。口実で、パレスチナ人もアラブ人もイスラエル人も解決に達することができなかった。ありがとうございます。